皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイニングレブン2020やっていきましょう。今回は監督について紹介していきたいと思います。こちらのチャンネルでは毎週監督の更新内容とか最新アップデート情報、特殊監督 3CF だったりとか2オムフの監督などを紹介やっているんですけど、結構コメントいただくのが、まあ、3CF の〇〇が出ませんだとか、まあ、どうしたら撮れますかとか結構いただくんですけど、今回はそんな疑問にも答えつつ監督の基本情報だったりとか監督リストについて紹介していきたいと思います。プレフォー版とアプリ版でも違ってきますので、まあ、その比較と、まあ、そして目当ての監督を取る方法なども紹介していきたいと思います。ちなみに 100% 監督を取る方法はありませんので、まあ、取れる確率を上げるという方法を紹介していきます。監督について気になるという方は最後までぜひご覧いただければと思います。はい、まずは基本情報を一応ね、紹介していきます。まず共通のものなんですけど、アプリとプレフォー共通なものがまあいくつかあるので紹介します。その週に登場する監督のフォーメーション戦術、これは共通です。あとは初期コスト、まあ、マネージメント能力ですね。あと適用率、基本スペックは同じになっています。あとは獲得に必要な GP コインの数は同じで、1回の契約で25試合も共通となっています。フォーメーション戦術についてはアップデートだったりとかメンテナンスで変更が入る、これは共通ですね。フォーメーションはリーグ戦が対象になって、基本的には1週間で更新という感じになっています。カップ戦とか代表ウィークの時は同じフォーメーションが継続して出てくるという形になっています。共通ではないものがいくつかあるので、そちらも紹介していきます。アプリとプレフォーでは共通ではないものは、まず更新時間が共通ではありません。アプリに関しては3時、11時、19時となっています。プレフォーは0時、8時、16時となっています。どちらも8時間おきは変わらないんですが、3時間のズレが生じてます。それから1回の更新人数と監督リストの1回の登場人数の方が違ってきます。アプリは20人に対してプレフォーは40人一気に出てきます。はい、まあ実はね、倍、登場しているのがプレフォー版という感じになっています。ただこの数字は結構落とし穴な部分があって、そちらはまた後で紹介していきます。監督の総登場人数も違ってきます。一応表では多分約600人って書いてると思いますが、アプリに関しては J リーグ分があるのでプレフォーよりも少し多めという感じになります。で40名が多くなると。ただプレフォーにも4クラブは入っているので、まあ、36名が多くなるっていう感じですかね。監督の紹介動画でもたびたび言っているので気づいている方いると思うんですけど、アプリに関しては初期配置から移動させれませんが、プレフォーに関しては制限こそあるんですけど移動は可能になっています。今週も登場している 3CF の監督、まあ、こちらの監督ですね、アプリだと初期配置のままなので、偽 3CF となるんですけど、プレフォーだと移動できるので、3CF が可能になるという感じになっています。ここまでは監督の基本情報について紹介しました。まあ、ぜひね覚えておいて損はないと思います。ここからは監督リストについて詳しく、まあ、獲得についてなどを紹介していきたいと思います。まず監督リストについては他のユーザー、他のアカウントと共通ではありません。それぞれの手持ちも違うことなので、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、まあ、どんな人も同じように監督が出ていたらみんな手持ちがね同じになってレア度だったりとか特別感っていうのはなくなるので、まあ、こんなシステム化がされているんだと思います。ただ監督リストが、まあ、違うことによって強い監督とされる監督だったりとか特殊監督のように、まあ、特定の監督がまあ、出てくる人もいれば出てこない人も出てくるという感じです。まあ、今のところプレフォーもアプリもこういうような現状になっております。先ほど1回の更新人数、監督リスト、1回の登場人数がアプリが20人に対してプレフォーが40人と、まあ、この数字には落とし穴があるという話をしましたが、その説明をねここからしていきたいと思います。実はマネージメント、まあ、コストに応じて登場する監督の人数割合の方が決まっています。その内訳がこちらなんですけど、ここからの数字だったりとか計算方法などは S レッドさんという方がね、出されているものを今回お借りしました。プレフォー版に関しては自分が計算して出しています。計算方法だったりとか数字について詳しく知りたいという方は S レッドさんの動画はね、概要欄に URL 貼ってるので気になるという方は見てみてください。こちらの表に関しては、手持ちの監督の人数が0人の場合を表しています。アプリ版に関してはコスト帯でそれぞれ平均5人ずつが登場します。ただし4人とか6人の場合もありますので、その辺はご注意ください。そしてプレフォーなんですけど、プレフォーに関してはバラバラで、平均5人というわけではなくて、特に810から810
850に関しては17人平均で登場するということで4割以上を占めているという感じになります。その代わり700以下の監督に関しては1割しか登場しないので、これがそれぞれの1回の登場する監督という感じになっています。プレフォーに関しては810以上を2つに分けていますが合わせると22人で、40分の22人は810以上のコストの監督が出るという感じです。1回の更新で登場する監督でマネージメントが810以上の監督が 55% ぐらいということでかなりを占めていることがわかるかなと思います。プレ4だと810以上の監督は手に入りやすいんですけど750以下の監督が手に入りにくいということがわかるかなと思います。はい、続いては1回もしくは1週間で獲得できる確率なんかを紹介していきたいと思います。今回の数字も、所持人数の方が0人の場合で紹介しています。アプリとプレフォーそれぞれ出しているんですが、アプリの方はこんな感じで、1回5人ずつ平均で出てくるということで1回で来る確率が、上から 12.2%、6.8%、2.9%、1.5% ということでやはりこちらもコスト帯が、低いほど、出にくくなるという感じですね。それは総人数の方がかなり違ってくるので、それが原因でこんな感じになります。で1週間で来る確率でいうと810以上の監督はほぼ来るということで 93.4%、 800から760の監督は 77.5%、 4分の3ぐらいは出るって感じですかね。それから750から710は 46.6%、 半分を切ってきて700以下に関しては 27.4% と結構低くなって4分の1ぐらいの確率という感じです。それからプレフォーに関しては J リーグ分の監督の総数が少なくなるので人数が少し減っています。それぞれ表すとこんな感じで1回で出てくる確率については860以上のコストの監督は 53.6% で850から810の監督が 56.6%、 800から760の監督が 12.9%、 750から710の監督は 3.1%、 そして700以下の監督が 1.3% ということでかなり低いんですよね、ここ。はい、これ見ても、アプリよりも700以下の監督は出にくいということがわかると思います。それから1週間で出てくる監督なんですけど、上2つ800以上の監督についてはほぼ 100% 出てくるという感じになります。それから800から760の監督が 93.9%、ほぼ出てくるかなというぐらい、750から710の監督が 48%、 半分に満たないぐらいですね。それから700以下の監督1週間で出てくる確率が 24.6% ということでこちらも4分の1を下回るという感じです。この表を見る限りコストの高い監督はプレフォーの方が手に入りやすくて、コストが低い特に700以下の監督についてはアプリの方が出やすいという感じになっています。はい、ではここからは監督を獲得する確率を上げる方法について紹介していきます。最初の方にも喋りましたが 100% 獲得できるという保証はないので、そちらもご注意ください。まずはプレフォーもアプリもそうなんですけど更新時間1日3回あるので必ずチェックしていきましょう。こちらは数打ち当たるじゃないですけど、そのような方式でまず見ないことにはね、出ているのか出ていないのかわからないので1日3回1週間で21回チェックした方がいいと思います。細かいことを言うようであればメンテ日木曜日なんですけどプレフォーに関しては15時にメンテ開けて16時に監督の更新あるのでこの1時間でも変わることを考えるとそこもチェックが必要になってきます。もう一つ確率を上げる方法があります。それは監督を多く獲得してリストアップさせないようにするというやり方ですね。こちらは手持ち監督はリストアップされないことを利用する方法になっています。ただこれも落とし穴があってアプリもプレフォーも監督の保有数に関しては最大50人ということになっています。700コスト以下の監督は300人以上いるので50人を保有していても281人がいてこれでたったの 4% の確率アップということでこれは結構苦しいところなので、700以下のコストの監督は、そんなに差はないのかなというところです。ただし810以上の監督についてはだいたい40人ぐらいなのでコンプしておくこともできますし、クロップの 3CF だったりとか810以上の特殊フォーメーションの監督が出た時にこれはね役立つかもしれないのでぜひやってみてください。この2つが今現状できる目当ての監督を獲得する確率を上げる方法になっています。
はい、ということで今回は監督について基本情報と獲得確率をアップする方法を紹介してきました。いかがだったでしょうか。まあ、アプリプレ法どちらにも言えるんですけど、コストが高い監督だと比較的手に入りやすくて、まあ、コストが低い監督だと入手困難になっているので、まあ、毎回のチェックだとか監督の保有数なんかを調整して、獲得確率をアップするしかないのかなというところです。先日お知らせの方も来ていたので、まあ、皆さん知ってると思いますが、まあ、今後次のアップデート、大型アップデートまで監督の更新は基本的には止まっている状態なので、今であればまあ1週間の確率ではなくても1ヶ月とかのスパンで見ることができるので、まあ、ほぼ獲得が可能だと思うので、ぜひね毎日監督リストをチェックしていただければ獲得できる可能性が高くなっています。こちらのチャンネルでは来作ウィニングレブン2021でも特殊監督などの紹介もやっていきますし、今回の動画も参考にしつつ監督獲得を目指していただければと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。